や、なんか最近さ、YouTube でカップル系の動画を見ることが多くて、で、そこでこう、最近よくこう見るなと思うのが、こう付き合ってきて、別れようと思った瞬間ってあったみたいな。ああ、はい。そういった話題が、ちょくちょく見るので、ね。なので、今日のテーマは、夫さんと私の別れの危機、過去にあったかどうかっていうことについてお話をしていこうと思います。最後までご覧いただけると嬉しいです。ダイナチャンネル。最初の頃はすごい、なんかね、やっぱり、いざ、こう、一緒に過ごしてみると、すごい大変だった時期もあったじゃない。何を？え、なんか最初の頃ってすごい、なんかやっぱりさ、合わない部分が多すぎてさ。あ、それはほら、男の子だったっていう関係なし？まあ、それはどうかわかんないけど、関係あったかないかわかんないけど、最初の頃はすごいなんかやっぱり喧嘩も多かったよね。俺こんなに、なんつうんだろう、一緒に住んで、一緒に住んでっていうか、一緒に住む前もそうだなって思って、こんなに喧嘩することって、なんか人生の中でなかったぐらい、すごい喧嘩したよね。喧嘩した俺は記憶があって、あ、本当に合わないなぁと思ったら、その時は確かに、あ、なんかもうダメかもなみたいなのが、結構初期の頃に多かったね。初期の頃に多かった、今思い出すと。これはもうダメだなみたいな。で、その時は確かに俺もなんかダイナに言ったかもね、ちょっと無理かもねみたいな、喧嘩が絶えなくて、なんかこんなに喧嘩するんだみたいな経験なかったもんね。で、それでただやっぱりその時はなんか本当に、あ、俺が辛くなってこれは無理だみたいになって、あの時は多分ダイナもでもさ、なんかこう喧嘩するけどさ、また戻ってくるみたいなさ。だ、魔性のって感じ。魔性かどうかわかんないけど、なんかでもダイナのお父さんのその時はさ、なんかやっぱり喧嘩したけど、なんか別れたくないなのかさ、まあ、ダイナはわかんないな、なんかそういう風に喧嘩するのがそんなに普通というかさ、なんかそんな感じでさ、あれみたいなさ、こんなになんか人と喧嘩することなんてないのに。普通なのかなみたいなのがあって、それで、なんか長い年月とかにさ、徐々に喧嘩しなくなっててさ、理由は分かんないけどさ、お互いにさ、多分なんか見つけたんだろうね、なんかそういう、もう喧嘩しないポイントというか、お互いに。まあ、そうするとさ、今度さ、なんか多分お互いに、過ごしやすく逆になってきちゃってさ、喧嘩した分さ、なんか多分お互い、あ、こういうの嫌いなんだろうなとかさ、こういうの嫌なんだろうなみたいなの多分学習してさ、喧嘩しなくなってったよね。ダイナチャンネル。なんか私一番最初の喧嘩というか、この人何なのって思ったのは、なんだっけな、好きとも付き合おうとも言ってくれない、好きだから一緒にいればいいじゃんみたいな、で好きじゃなくなったらその時はもう自然と離れればいいじゃんみたいなこと言われて、なんかすごくそれは衝撃的だったのね。私はなんかやっぱりこう約束が欲しかったっていうか、だけどあなたはそういった約束も何もしない、約束はできない、いつねこの気持ちが変わるともわからないっていうので、それでも繋ぎ止めようとする。なんかその、言葉を選ばずに言うと、姑息なやつだなって思ったんだよね。なんでと思って。で、まずそれが1個目と、で、2個目が、私の誕生日に、私じゃなくて、自分優先して、どっか行っちゃったみたいな。私の誕生日すごく、お祝い、お休みの日なのに、なんで私と一緒に暮らす、過ごしてくれないのみたいな。あ、なんか仕事の日だったんだよね。仕事って言っても、本職じゃなくてさ、どうしても出たいんだっていう。さ、そのファッションショーね。そう。多分その当時のなんか写真が多分この辺に出ると思うんだけど、今。
で、なんか、大丈夫なのかな、私なんか、もてあそばれてるのかみたいな。っていうのあったかな。じゃあ私はほら、なんかさ、自分で住んでいたお家をさ、出ていかなきゃいけなかったじゃない？あなたが自分で部屋借りて、そこにライナーを迎え入れたいんだって言ってさ、言ってくれたから、そこを出ました。私、ほんとお金がなかったから、あの時もし別れたとしても、部屋を借りるお金もなかったから、その約束が欲しかったのよ。もしそこで、不安だよね。すごい、ホテルマンだったけど、すごい安月給でさ、日々ご飯食べるのも精一杯だったから、あの時は。だけど、半ば強引にさ、っていうのはちょっと話持ったけど。持ったね。そう。だけどなぜ、離れられなかったのか知りたいの。まあでもなんかさ、そうなんだけどさ、すごい明確な、ほんと思い出せないけどさ、すごい明確な何かというよりは、お互いやっぱり、ね、別れたくなかったんじゃない？夫さんも？やっぱり何か魅力があったの？なんかこうさ、それみたいなさ、なんかすごいものを期待してるのかもしれない。いや、期待してます。期待してますよね、もうそれ。引き出そうとして、なんか感じるもんね、プレッシャーみたいなもん。結婚して、以降はさ、しないのはさ、どこが結婚を決めるっていうことは、決意して結婚するから、簡単にそんな離婚なんて言うな、みたいな。言われたから、それはすごい理解してるんだけど。結婚する前でも、ね、そもそも男の子だったし、のんけで、男が好きなわけじゃないわけじゃん。なのに、ライナー、しかもライナーはそんな大変なね、子なのに、危機もあったのに、手放せなかったので、なんだろうね、なんか、ほっとけなさで言ったらさ、半端なかったよね。ほっとけないよ、ライナが。ほっとけないよ。知ってる？いや、なんとなくわかる。ほっとけなさ、半端なかったよねっていうのと、まあ、わかんないけど、なんて言うんだろう。ほっとけないって なぜ？なんかさ、まあ、そんなことないんだろうけどさ、本当になんか生きていけるのかなみたいなさ。でしょうかみたいな感じのする雰囲気みたいな。ほっとけなさってことはあれかな、じゃあ捨て猫？捨て猫みたい。え？なんだっけそれ。ああ、I love you だっけ。今だけは悲しい歌。聞きたくないよ。なんか捨て猫みたい。え、なんか。そう、俺と一緒やね。あ、捨て猫感があったってことね。あ、なんか言われたことがある。庇護欲をそそられるって言われたことがある。最初、庇護欲ってなんだろうと思って。あんたがあったどっこさ、ヒンゴさ、ヒンゴどっこさ、しか、あの時初めて言われた時に、その曲がすごい流れたの、私。ヒンゴってなんだと思って。俺じゃないよね。しかもその、ヒンゴ欲って言ったの、多分なんか別な、占いでもないけど、なんか別な人に言われて、それか、みたいなこと言われた記憶がある。あ、ほんと？俺じゃないと。千葉山にはたぬきがおってさ、でしょ？そう。その庇護欲ね。庇護。なるほどね。守ってあげなきゃ、みたいな。まあ、結論、ほっとけない。あ、優しいんだよね。なんか多分さ、私のことをさ、その捨て猫か何かのように、これで途中でこう放っておくと、なんか死んじゃうんじゃないだろうか、みたいな。あ、あれだ。寂しすぎて、ラララララララ。青いウサギ？ウサギってほら寂しすぎて死んじゃうじゃん。私はな、ラビットボーイだと思ったの。死なれた。ラビットボーイっていう言葉も、初めてしか聞いたけど。
バガリーガール、バガリーボーイ。うん、そう、なんかそういうのはすごくあるよね。なんかやっぱりその、あとやっぱり俺もそう、なんて言うんだろう、こう役に立ちたいっていうさ、うん、役に立ちたい人じゃない俺、うんうん、性格的にさ、うんうん、なんかそれがすごいさ、ハマったんだろうなと思って。あー、ハマったっていうとさ、カタカナでハマったみたいな感じ。それはどうかわかんないけど、組み合ったさ、ガチッとさ、え、なんかふんずりこ、なんだっけ、ふんぞり返る、違う違う、ふんずりほぐれてみたいな、なんだっけそれ、なんだっけ、なんとかほぐれて、言いたくない、言いたくない、違うからなんだっけな、そういう感じ、ハマったって。いや本当にだからそれがさ、うん、なんか ほっとけないなさ、うん、まあほっとけない性格の俺とさ、うん、ほっといたらなんかどうにかなっちゃいそうなダイナさんとさ、この組み合わせが絶妙だったんじゃない？なるほどね。だからなのかね、あの結局なんかさ、同情、同情で付き合っててくれたってこと？じゃあ、なんだろう、ね、に近いよね、ほっとけないってことかね。そうなの、ね、同情するなら、とかあるじゃない？いかない。なるほどね、ほっとけなかったのか。じゃあそれはね、結局ダイナじゃなくても、その時一緒にいる子が、ほっとけなかったら、うん、あなたはじゃあ一生、なんかこう、自分の人生を棒に振るタイプなのね、じゃあ。いやでもさ、そうとも言えないよね、うん、そうとも言えなくてさ、そうとも言えないっていうかさ、そうでもないんだよね、俺ね、なんなんだろうね、そうでもないって、それやっぱりね、うん、そうでもないっていうのは言い切れるんだよね、やっぱりなんかやっぱダイナさんあるんだよ、それあれかな、家督掃と援助層かな、前回、うん、ご縁ねえ、うん、なるほどね、なんかその、うん、神秘的な何かと、それとも手放しちゃいかんみたいな、うん、一度手に入れたら二度と手に入れることができないかもしれないみたいな、うん、そこにハマっちゃったの、うん、ダイナさんの魅力にハマってしまったということ、はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。切り上げた。動画へのグッドボタン、コメントなど書いていただけると嬉しいです。チャンネル登録をしていただけるとさらに嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。